皆さんこんにちは。中村の音トレンド解説動画に続き、今回はこの秋冬のおすすめのアイテムを紹介していきたいと思います。第1回目はスーツとジャケットとコート、ドレスアイテムですねをご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず1着目がステーラティーノのジャケットです。はい、ご覧の通りですね、すごく大柄のブラウンのグレンプレートに綺麗なこのグリーンのウィンドペンが入ってますね。ピッティオモの時にですね、ビッチェツアットリーに本人が着ていたジャケットなんですけれども、おそらく生地はフェルーラの別注ですね。柄を大きくしてこの色まで指定して全部作ったステーラティーノの別注の生地ですね。今回はこれがやっぱり一番良くてですね、これはやっぱりバーイングしなければいけないんだろうなということで生地はオーダーしました。ちなみにこれサンプルなんで裏地がペイズになってますけど、はい、これは無地になります。ハイシーズンですね、そうやっての別注生地っていうのはこういう感じで本当にどこにもない、見たことがないような生地が毎回出てきてまして、今シーズンはこれが一番のおすすめです。かなり予約入ってますね。そうですね、予約も結構入ってますけれども、キャンセルも多く出ますので、はいはい、キャンセル待ちも入れていただけるといいかなと思います。次にご紹介するのがとアルグレットのですね、このブルーのツイードジャケットですね。ツイードといってもですね、ライトウェイトなので非常に軽いツイードですね。なぜこの色かというとですね、イタリアンクラシックがやり始めた90年代の中頃、こういうですね、ちょっとこうブルーの綺麗な色のツイードがですね、当時すごい流行ってたんですね。しばらくこういう色のツイードってなかったんですけれども、今回ですね、このキトのコレクションの中にこの色の生地がありまして、これはですね、久々にやりたいなっていうことでお出しました。僕個人も久しぶりにこういうジャケットを着たいなと思いまして、画面でわかりますかね、非常に綺麗なブルーのツイードのジャケットです。ネイビージャケットをコーディネート普通にできる方はそんなに難しくないと思うのと、合わせ方に関してはあんまりネイビージャケットと変わらないので、多分手持ちのアイテムですごい合わせられるのも良くてですね、でネイビージャケット以外に何かこうブルー系のジャケットが欲しいなという方には特にこのジャケットはおすすめですね。本当に綺麗な色のツイードのジャケット、こう見ると結構明るく見えるんですけど、着るとこう馴染む感じですよね。そうですね、パンツはもうライトグレーのパンツとかこういう相性がいいですし、シャツもブルー系のシャツだったら何でも合わせられますし、カジュアルに着るんだとシャンブレーみたいなものを合わせてもよくて、大体もう皆さん手持ちのもので結構合わせられるんですけど、意外と皆さん多分持ってないという、そうですね、ジャケットなので、ぜひ皆さんに着ていただきたいなと思って、今回はこの色をピックアップしました。私の一押しのこのキトアルグレットのジャケットです、はい、次にご紹介するのはリッダ・ペル・イルグストのオリジナルのリングジャケット製のジャケットです。でこれはですね、見てもらうと分かるんですけど、このグリーンのですね、色がすごくいい色でですね、このちょうど濃い部分がですね、なんかグリーンと黒というか、濃いグレーというんですかね、そういうのを混ぜたですね、すごくいい色のグリーンのジャケットなんですね。毎年最近グリーンのジャケットおすすめのやつがあるんですけど、今年はこのグリーンのジャケットが自分のおすすめですね。で生地はですね、ジニョーネというですね、ブランドの生地を使ってるんですけど、ジニョーネってそんなに高い生地じゃないんですけど、これに関してはですね、ウールにシルクが入って、さらに麻がちょっと入ってるというですね、非常にこう凝った混率の生地でですね、触ってもらうと分かるんですけど、非常に滑らかな、生地なんですね。ブリランのジャケットっていうとロロピアーナを使ってたりとか、ゼニアを使ってたりとか、10万以上するものが多いんですけど、これはですね9万5000と10万を切ってる値段なんですけれども、これをこう触っていただくとですね、本当にその高級なブランドの生地と遜色ないタッチがあるので、これは非常にですね、コストパフォーマンスも高くて、この柄も色もすごく綺麗だというですね、ジャケットになります。ちょっと黒っぽい色が入ってるんで、例えば黒のタートルとかをこう合わせて着ていただいてもいいし、もちろんネイビーとかでも合わせられると思うんですけれども、すごくいい色のグレープレードのグリーンのジャケットですね、今シーズンの私の一押しのブリラのジャケットになります。はい、次にご紹介するのはタリアトーレのサックスブルーのコーデュロイのジャケットになります。はい、トレンド解説動画の中でもお話ししたんですけれども、今シーズン、コーデュロイの流れが続いてるんですけれども、定番のブラウンとかベージュとかそういう色だけではなくて、こういう綺麗な色のコーデュロイが出てきているというお話をしましたけど、まさしくこれがそれをトレンドをうちの中で取り入れたジャケットと言えます。ものすごい綺麗なサックスブルーなんですけど、実はこれコーデュロイなんですけど、ウールが
梱包してありますので、非常にですね、滑らかなタッチなんですね。仕立てもタリアトーレのそのものすごい軽い仕立てですので、カーディガンのように着ることができるジャケットなんですけれども、でコーディネートちょっと派手で難しいかなと思われる方が多いと思うんですけれども、例えばなんですけれども、ライトグレーのタートルネックとか、まあ、クルーネックのニットでもいいんですけど、サックスブルーとグレーってすごいよく合うので、まあ、そういうものと合わせていただいてもいいですし、まあ、あとは絶対お持ちのシャンブレーのシャツみたいなのもすごく合うと思いますので、インナーはそんなに難しいことはないかなというのはありますね。パンツは、まあ、もちろんライトグレーみたいなグレーの色もあるんですけれども、オフホワイトのパンツとかベージュの薄色なんかでも合いますので、意外とこの色がちょっと明るくて難しいかなと思われる方も多いと思うんですけど、これもコーディネートは意外とも手持ちのアイテムと合わせていただくことができるので、それこそそんなにこう難しく考えずに着ていただけるといいかなというふうには思います。難しいと思われるのでぜひご試着していただくと、はい、いいと思います。軽くてですね、コーディロイなのにこう柔らかくてすごくこう滑らかなタッチですね、色もすごく綺麗なサックスブルーですので、今シーズンのコーディロイのジャケットの中ではすごくこれをお勧めしたいなと思います。次もコーデュロイのジャケットなんですけれども、こちらはですね、チルコロのコーデュロイのジャケットなんですけれども、皆さんチルコロということでお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、これはね、実はコーデュロイに見えるんですけど、これジャージージャケットなんですね。着ないですね、はい、これはさっきのサックスブルーとは違ってちょっとスモーキーな色なんですけれども、はい、今年スモーキーな色も出てきているので、こういった感じのグリーンのコーデュロイ風のジャージを選びました。はい、で特徴としてはですね、メタルボタンがついてるんですけれども、はい、本当のですね、重いメタルボタンをつけると、小林さんも分かると思うんですけど、こうボタンがだれてきたりとかしてですね、はい、そうですね、あと開けた時にこのボタンの重みでこう前身頃がこう返ったりするっていう、はい、そういうのを防ぐためにですね、これメタルボタンなんですけど、なるべく軽いものを選びました。でそしてご覧の通りアンティーク仕上げをしているようなですね、フィニッシングのこのボタンがですね、このスモーキーなトーンの色にすごくマッチしてるんですね。だからボタンが悪目立ちしないっていうところがこのジャケットのいいところですね。ジャージなのでやっぱりすごく着やすいっていうことと、これはボタンを外して、着ていただいてもいいですし、タイドアップしようと思えばタイドアップもできるというですね、ジャケットで、これも非常に綺麗なグリーンのジャケットです。はい、次にスーツのご紹介ですね。こちらはですね、グリッダのオリジナルのバルベスカノニコの別注の生地を使ったジャケットです。画像でわかりますかね、すごい綺麗なグリーンのフードペンが入ってると思うんですけれども、これはですね、今年の1月にですね、イタリアのビエラのカノニコの本社工場まで行ってですね、中にアーカイブコレクション、すごく昔の生地のサンプルがいっぱいあるんですけど、そこの中からいろいろ見てですね、一から柄を作りました。なのでビームスのこのエクスクルーシブの生地ですね、このグリーンの色もですね、色々と全部選んで作りました。小林さん見てわかると思うんですけど、はい、遠目で見るとあんまりグリーンが目立たない、見えないですね、はい、なのでこれを生地を作った狙いとしては、皆さんビジネスでも着たいし、例えば休みの日にタートルネックみたいなのを着て合わせても着たい、多分思われると思いますので、割とこうビジネスでも着れて、休みの日にドレスダウンして着れるようなものも作りたいなと思いまして、ベーラの工場行って別注した生地です。いいですね、はい、絶妙ですね、絶妙ですね。カノニコの今定番の生地ってスーパー110の生地が多いんですけど、これはですね、あえてスーパー100にしました。なぜかというと、ビジネスで着られる方って膝が出たりとかリースが抜けたりとかですね、シワになりやすいみたいなのは本当に皆さん嫌だと思われると思うんですよね。小林さんもお店にいたから分かると思うんですけど、そういうお客様多いですよね。そうですね、はい、なので素材の良さとですね、型崩れみたいなものが起きづらいというですね、ところで110よりやっぱりこの100で作った方がですね、そういうところが優れているという点がありますので、あえてスーパー100で作りました。バルベスカノニコのスーパー100なんで、もちろんすごく柔らかいし、張り腰がありで表面が柔らかいというですね、なかなかいい生地ですね。とても綺麗なグレンプレイドの生地です。ちなみにモデルはですね、はい、数年前にブリラがやっていた、ナポリ型というですね、モデルがちょっと老後人になっているモデルなんですけど、それをですね、モディファイをしまして、新しい形で、今回作ったモデルですので、パンツはテーパードしている2プリーツを組んでいます。2プリーツなんですけど、最近流行りの太いパンツじゃなくてですね、はい、ものすごい綺麗なテーパードしているパンツですので、ワンプリーツのテーパードを履いている方も履いていただけると思います。こちらが今シーズンのブリラのおすすめの図になります。
次にビームセーフのオリジナルのスーツになります。これはですね、さっきのブリラのものと同じでですね、ビエラのカノニコのファクトリーで別注した生地です。これ見てください。ちょっとなんていうんですかね、小柄の、いわゆるバードチェックというか、はい、はい、チャコールグレーですかね。これがベージュとブラウンというですね、3色でできたですね、非常に洒落たこういう柄のスーツって割と暗い色が多くて、あとは柄が多すぎてちょっと悪目立ちするものが多かったんですけども、このぐらい小柄なものってなかなかなかったんですよ。そういうものをちょっと作ってみたくて、あのベラの工場に行った時に、現地のデザイナーといろいろ打ち合わせしましてできた生地。ベースはですね、先ほどのブリタと同じにやっぱりスーパー100の生地を使っています。これはこうなんかタイドアップしてもいいんですけれども、タートルネックみたいなのを着て、ガーブーツとかスウェードのねサイドエラスティックのブーツなんかを履いてですね、ちょっとこうドレスダウンしたようなスーツスタイルにもすごくいいかなというふうに思います。でこれはですね、このモデルはビームセーフのリングジャケットのハンドメイドラインの、まあ、仕立てで作ってあるんですけれども、いわゆるあのフィレンツェラインっていうものとは違ってですね、ブレザーで使っている本当こうマイダーツが入っている、はい、どっちかっていうとオーソドックスなあの形のモデルに落とし込んでいます。はい、でパンツは2アウトプリーツのこうサイドアジャスター。はい、この F のパンツもですね、2アウトプリーツなんですけれども、テーパード、あんまりこう太すぎず細すぎずちょうどいいシルエットのプリーツですので、まあ、太めのパンツが苦手の方にも履いていただけるような形になっています。はい、ありそうでなかなかないこの綺麗なチェックのスーツになります。かっこいいですね。はい、ぜひ皆さんに着ていただきたい、すごいかっこいいスーツですので、タイトアップしてもいいですし、ドレスダウンしてカジュアルに着ていただくのもいいスーツだと思います。続きましてコートをご紹介していこうと思います。こちらがですね、ビームスF のオリジナルのツイードのガンクラブチェックのコートです。これはですね、あの英国のダブルビルというですね、まあ、洋服好きの方は皆さん知ってると思うんですけれども、そこのですね、アイルランドのドネガルツイードを使ったコートになります。これはですね、あの自分がこの生地を見つけてですね、これは絶対コートでオーダーしたいなということで、僕の一押しの今年のバルカラコートなんですけどね、これね、生地を見てください。このネップの入り方がすごく綺麗でしょう、はい、まあ、ドネガルの特徴なんですけれども、こういうですね、綺麗なネップが入ってます。でこのグリーンとグレーとベージュというですね、すごく綺麗な色のチェックです。でこれはですね、実はツイードなんですけれども、ジャケット用で 480g ぐらいの生地なので、これ意外と軽いです。ツイードのコートっていうとですね、皆さん着ても重いなっていうふうに思う方も多いんですけれども、これはですね、ジャケットの生地のちょっとこう重いものをですねコートに乗せてるので、意外と着用感が軽いのとですね、やっぱり生地も割と柔らかいのでドレープが非常に出るというところがすごくいいところですね。オリジナルのバルカラコートというと、前シーズンはあの私のおすすめのブラッコッチコートがですね、はい、非常に人気で、あのほぼ完売したんですけれども、今シーズンの私の一押しがこちらのコートになります。チェックのコートってすごく難しく考えるんですけれども、これあのほとんど中見えないので、はい、実際にこのコートを着るときに気にすることっていうのはパンツなんですよね。で小林さんも分かりますよね、はい、あんまりこうなんかあんまり内側のものって見えないから、ただ、ね、パンツ間違えると非常に難しくなるんで、はい、この色のジャケットを着てるような感じで一番注意しなきゃならないのは足元なんですよね。それを考えていただくとそんなに難しくないなっていうのが確かにあります。無地系のジャケットとかニットとかを着て、パンツをまあグレーとかベージュとかというふうに着ていただいて、まあ、この柄のジャケットとパンツをどういうものを合わせるかみたいな感じで、そこを気にして着ていただくといいと思うんですよね。意外ともうこれを見ると柄だけでえっていうような方が多いんですけど、意外と僕たち洋服屋にするとそんな難しくないなっていうのはね、ぜひ今シーズンこちらのコートをお試しになっていただければと思います。結構もうね、予約も割と入ってきてますので、ぜひご興味のある方はご予約いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。次にご紹介するのがこちらのタリアトーレのダブルブレストのフェラードコートですね。これはですね、どういうものかと言いますと、去年ですね、あの私が個人オーダーしたコートがあったんですけども、それをですねイタリア出張に来ていてですね、いろんなこうスナップ撮られたりしたんですけども、それを見てお客様からですね、これが欲しいというお客様が結構いらっしゃいまして、売ってないのかと
SNS をダイレクトメッセージでいただいたりしたので、今シーズン同じ生地で同じ形でアリアトーレで展開するようになりました。生地はですね、このオリーブグリーンのですね、カセンティーノほどはいかないんですけど、ちょっとこうね、毛玉じゃないんですけれども、表面感がちょっとこうヴィンテージな雰囲気の生地を使ってます。このビームスの別注のこのダブルブレストの形、この帯がですね、ちょっとこういう風にデザイン変わってます。これもあのビームスの別注のモデルなんですけども、こちらに載せています。でこのモデルはですね、ちょっと小さめです。で自分も普段44なんですけど、このコートに関しては46サイズを着ていますので、もし気になる方は普段着られているものよりワンサイズ上を選んでいただければいいと思います。はい、なかなかね、こうオリーブグリーンのコートって一般の人には難しいですかね。そうですね、ちょっと合わせづらいかもしれないですよね。そうですね、なんですけれども、ちょっとまあね、地味になるかなっていうふうに思われる方も多いんじゃないかと思いますけれども、意外と難しくないです。パンツですよね。そうですね、パンツの選びですね。中はそんなに着なくてもいいと思います。まあ、もともとネイビージャケットに羽織っていただいたり、はい、あとは茶系でも合いますし、キャメルみたいな色でも合いますし、例えばこういう柄のチェックのジャケットとかを着てたら、はい、ね、でもかっこいいですね。はい、ガングラブチェックみたいなものとも合わせられますので、まあ、パンツをグレーとかベージュとか、まあ、白もありますけれども、はい、そういう意味ではあの見た目の印象よりは難しくないかなというのはあります。まあ、もちろんこう開けてね、カジュアルに、タートルネックの上だけにこれをダブルのコートを着ていただいてもいいですので、割とこうカジュアルなんかでもまあ着ていただきたいコートになります。はい、もう一着なんですけれども、こちらはですね、ラルディーニのヨロピアーナの生地を使ったダブルフェイスのコートになります。ダブルフェイスというのはですね、これ見てください、表地と裏地が同じ生地でですね、この手でですね、こう貼り合わせた後にこういうところですね、手でこう全部まつって、まあ、ハンドメイドですね、全部こういうところとか、はい、全部ハンドでこう入れてるタイプですね。で裏地がないですので、このダブルフェイスの場合はですね、非常にこう柔らかいコートになります。まるでニットのコートを着てるようなドレープがすごく綺麗。あ、すごい綺麗ですね。綺麗に、はい、まあ、ロロピアーナなんでカシミヤじゃなくてもウールでもすごくやっぱ柔らかい、うん、でこれを見た時にですね、ラルディーニのショールームでこのダブルフェイスのコートが、まあ、いろいろ P コートとかもあっていろいろこうバーッと並んでたんですけども、税込みで実は40万円するんですね。まあ、ちょっと高いなって皆さん思うんですけど、これがですね、仮にどことは言えないんですけども、ラルディーニよりまあちょっとこう高いブランドでやると、おそらく同じクオリティでも60万ぐらいするだろうなっていうことで、このクオリティから言ったらですね、ちょっと安いんですよね。なのでこれはですね、見た時に逆に僕はこれ安いなっていうふうに思いました。でちょっとゆったりめで、少しだけこうドロップショルダーになってるんですけど、そんなにあのものすごくこうトレンドな感じのシルエットでもない感じ、適度にこうトレンド感を取り入れたシルエットっていうのもすごくこのコートのいいところですね。とにかくですね、オーダー数は少ないんですけれども、もしこれ予約で全部埋まらなくてお店に出た場合はですね、ちょっとこれ羽織ってみてほしいんですよね。本当に軽くてですね、綺麗なドレープが出て、ところどころこうハンドで割れてるなっていうのは本当にわかるコートなので、これはですね、こういうとこ全部ハンドですね、はい、ぜひですね、皆さんにご試着していただきたいんですが、結構予約入ってますね。入ってますね。こういうのを本当に分かるお客様は逆にこの値段安いねっていう風に言ってもらえたので、まあ、この値段でもできるのももしかすると最後かなという感じがまあするんですけれども、ぜひですね、皆さんにお勧めしたいダブルフェイスのコートです。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、2024年秋冬のおすすめのジャケット、スーツ、コートをご紹介しました。まあ、どれもですね、本当に何の忖度もなく、私がですね、本当に皆さんにお勧めしたいというものをですね、今日お勧めしましたので、ぜひですね、まあ、予約でお見せ出ないものもちょっとあると思うんですけれども、気になるものがありましたら、ぜひ最寄りの店舗で実物をご覧いただいてご試着していただけると本当に嬉しいです。次回はカジュアル編になります。お楽しみに。